ロビープレミアホテル椿札幌は、北海道札幌市豊平区豊平4条1丁目に、所在するホテル。県不動産リースが展開する、プレミアホテルグループのホテルの一つ。1987年から1991年に、実施された豊平京南第一地区第一種市街地、再開発事業により建設され、ラマダルネッサンスホテル札幌として開業。後に、 ルネッサンス札幌ホテルに名称変更した。マリオットインターナショナルに属するホテルの一つであったが所有する県不動産リースが立ち上げた同社のトップブランドであるプレミアホテル2バキーマイナスを関する最初のホテルとして2015年10月1日現名称にリブランドをオープンした11階建ての鉄筋コンクリート造りの建物である豊平川のすぐそばであり 国道36号に面している。札幌中心部からはやや離れているが、徒歩で行ける距離にある。客室は、スイートルーム8室を含む322室。最も狭い客室で36平方メートルの広さであり、バスタブとシャワーブースが独立している。二重施設として6つのレストランバー、宴会場がある。ありがとうございます。